はい、皆さんこんにちは、ストラットです。今回もですね、ワールドオブウォーシップス始めたいと思います。はい、今回上巻するですね、初期巻で召喚できますエリー級召喚砲艦、こちらの方に乗ってプレイしたいと思います。エリキューですけど、見た目がすごくかっこいいですよね。透明に見るとちょっと戦艦っぽいフォローもしてるんで、あ、大きな船だと思ってつい狙いたくなっちゃう、そんな船ですよね。駆逐艦と比べて目標が縦長に大きい分狙いもつきやすいんで、そういった、理由からかちょっと狙われやすいタイプではあるかもしれませんけども、ただエリキューはそんなに丈夫な方ではないんですよ。前回乗った橋立てと比べましてもちょっと耐久値が落ちているんですよね。はい、哨戒艦としての役割を担って配属されているエリキュー哨戒砲艦ですけども、主砲はですね、一応巡洋艦並みの火力を備えた船ということで、設計された、収益した船です。127mm砲を単装ですけど4門装備しています。ですからね、攻撃する際もですね、1門1門順番に打って、目標を確認しながら、攻撃していくってことが可能になっていますね。はい、旋回性能も良くなっているらしいですね。ただスピードはお世辞にも速いとは言えないですね。若干走り立てよりは速い、そんな感じでしょうね。はい、それではですね、はい、始めます。はい、煙幕は切れたんで攻撃を開始しているわけですけども、命中しましたね。よかったですね。今ね、双眼鏡モードがちょっとなんか調子悪いんですよね。別に単装4機の訪問を使って順番に撃ってるとこを実演してるわけじゃないんですよね。これ双眼鏡モードがちょっと使えないんですよね。シフトキーで双眼鏡モードになるはずなんですけども、それがうまいこと機能しないんで、おっと、火災発生ですね。はい、はいはい、今ちょっとぐるぐるとね、同じ場所をね、旋回しつつ攻撃を加えてるんです。はい、やっぱり双眼鏡モードにしないと、狙いがつけにくいんでね、完璧に仕留めるってことはちょっとできないかもしれませんね。ちょっと近くに味方の、船がいるんで、終わっちゃいました。はい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 、勝ちましたね。なんだかんだ言って終わってしまいました。はい、動画の画質を良くしようと背伸びして、フル画面で撮ろうとしたのが原因でしたね。はい、次元に戻しますね。はい、いい天気だなそんなことばかり言ってないし、はい、出航です。はい、今度はですね、先ほどまでフル画面だったんですけども、 Windows モードですね、その枠内で、取り込みを行っております。はい、双眼鏡モードも問題なく使えるようになりました。なんていうかな、さっきなんで、双眼鏡モードを使えなかったんでしょうね。はい、敵艦が現れましたね。近いところから順番にね、狙っていこうと思ってるんですけども、右側の方に敵がいるんで、そちらの方に向かった方がいいんでしょうかね。とりあえず、敵の出方というか、発見される敵の様子を見ながら、進んでいきたいと思います。はい、前方を飛ぶ銃弾にちょっと注意しなきゃいけませんね。なんでここだけ音声がないかな。戻る。はい、
何があったんだって感じですね。あ、目の前で弾道が飛んでるとこ、住むのはちょっと怖いですけども、はい、まあ、ここの辺りはちょっと、まあ通り越しまして、右側にある島を通り越してから、そうですね、北に固まっている敵艦を狙っていくか、まあ、正面の方から狙っていくか、そういう形で進みたいと思います。はい、これ一応弾をこうやって、追尾して、見るってこともできるんですけど、はい、まあこれやってる間は、自分の艦がどういう状況にあるのかっていうのはちょっと分かりにくいことになるので、まあ、たまにしかやらないですけどね。はい、あれまたなんか双眼鏡モードちょっと使えないですね、さっき使えたのにはあれ、あ、で使いましたね。あ、よかったです。はい、狙っていきましょう。進行方向に若干修正を加えながら、はい、もうちょっと左寄りの方がいいかな。どうなんでしょうね。はいはい。まあ、これただ闇雲に弾幕を張るだけじゃなくて、あとやっぱり命中させた方が、ポイントが高、火災発生ですね。あの右の方に、命中で今かける12ってなってますし、あとこの火災とかも発生すると随時その記録が残って、それがあのポイントという形で、表される、そういう仕組みになってます。山陰に隠れちゃいますね。その前にできるだけ撃っていきたいんですけど、あ、もうダメですね。もうダメですね。はい、別の目標を、探した方がいいんでしょうかね。一応旋回しつつ、また、まあ、せっかく攻撃加えてるので、またそちらの方に向かって、攻撃を仕掛けましょうか。はい、見えましたね。なんとしても、それは私の獲物だって感じ。はい、はい、また一応しました。もうね、一斉戦車でね、もうどん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 撃ってきますよね。はい、はい、ありました。はい、はい、次は、もう一隻しか残ってませんね。はい、あ、まあさすがに AI 相手の、戦闘なので、あ、勝ちましたね。もう解説する間もないですね。はい、早く終わりました。これが AI 戦ですね。はい、AI 戦のとの戦いでは早く決着がつくと。はい、そんな感じですね。はい、では、まあ早かったんでね、まあまたもう一戦しましょうね。はい、はい、あ、敵の方、あ、味方もそうですけど同じ編成で、駆逐艦がいますね。はい、これには要注意ですね。はい、まあ駆逐艦は魚雷を発射するんですけども、一番怖いのはね、味方の魚雷に、巻き込まれるってことなんですね。たまに前に一度ね、動画の方でも見たことがあるんですけど、むちゃくちゃその、魚雷を撃つ人もいて、それに巻き込まれて、沈んじゃったっていう、ケースの、動画を見たことがあるんですね。はい、進んでいきましょう。はい、問題ないですね。双眼鏡モードも問題なく使います。はい、まあ最初はこうまっすぐ進んで、そうですね、この感じからすると正面に見える島がありますね。あそこの左側を、向かって、敵が、現れたらそれに攻撃を加えていこうと思います。はい、まあ、ああいう無線というか、まあ、メッセージを送ることもできるみたいですけど、まあ、ちょっとたまにあれもね、無意味な無線を送る、人がいますんで、まあ、そういうのはちょっと無視しても構わないと思います。はい、
どうやらこの島の向こう側に一隻、いますね。もうすでにあの砲撃戦が始まってるんでしょうか。ちょっと、音がしますね。あ、もう一隻現れましたね。あれちょっと遠くなんで、あ、もうこちらに気づいて攻撃してきてみますね。あ、あれは、チクマですね。あのチクマの方を狙っていった方がいいかな。あ、ちょっとあれに狙って、攻撃を仕掛けていきましょう。はい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 。まあ、一応ティア2の、艦船なので、まあ、耐久力はそれなりにありますので、まあ、たくさん、打ち込んで、もうこれ殴り合いですね、この接近しての打ち合いは。はい、あ、くそ、結構当たってるんですけど、まあ、一番いいのはあの、火災とか期間停止とかしてくれるといいんですけど、あ、はい、期間停止しましたね。まあ、例えば、期間停止してもですね、回復する手段が、残ってるんで、応急処置のね、あの、あ、ちょっとこちらの方火災が発生してしまいましたでもね、これ、火災が発生したからといって急いで使ってしまって、また銃弾を受けた後にまた火災が発生してしまうと、あ、困るので、ちょっと使いどころが、難しいですね。まあ、応急処置は、この、R のボタンを押すと、できるんですけども、はい、今度の火災は、消せないと思いますね。相手も応急処置したばっかりなんで、はい、はい、やった、はい、沈没しましたね。はい、でもこちらの側もかなりダメージを食ってしまいました。多勢に無勢というか、2隻から同時に攻撃を受けてたんで、こんな突出した、戦い方はしちゃいけません。次はこのエリー様を狙っていきましょうね。はい、なんか今どさくさに紛れて、味方が、敵の、エリアを占領している最中に、はい、火災が発生したんで、もう一度その応急処置で、使いましたけど、はい、対応完了しました、沈めやあ、でもこれあいどっか仲間が、沈めてくれたみたいですね。はい、まあ、応急処置を行うと今まだその次に使えるまでの、にまでに時間がかかるので、だからこそ使いどころが難しいんですよね。はい、あと残り3巻ですけど、まあ、今もうこちらのなんか瀕死の状態なんで、むやみに突っ込んでいくことはできないんですよね。はい、こちらに向かって攻撃してきてますね。やっぱり、ちょっと見逃さずに攻撃してきますね。まあ、仕方ないんでこちらも応戦して、ダメージを与えていきましょう。はい、まあ、これだけ遠ければね、AI だったら簡単にこちらには当たらないと思うんですね。まあ、もしこれが対人戦でしたら、まずこちらは沈められてしまうんでしょうけど、AI 戦なんでね、あくまでこれは、はい、もうちょっと下を狙った方がいい。はいはい、あ、はいはい、やりました。はい、まあ今回、2隻撃沈しました。はい、かなり稼ぎましたね。はい、もう一戦していこうか。ちょっと、あまりにも早く終わりすぎるんでね、立て続けに、大体4戦ぐらい3、4戦ぐらいしていけばいいのかな。うん、はい、そう考えています。次もまたああ、海風っていうのがあるんで、はい、2隻もいますね、まあ、魚雷注意ですね。はい、
はい、まあ、同じような、群島マップですね。はい、ちょっと出遅れてるんで、今回は、ちょっと、仲間の、船の動向を、注視しながら、それに引き継いで追従して戦っていけるような、そんな感じで、いきたいと思います。まあ、一隻ちょっと、南、まあ、南西の方に、敵が発見しましたね。まあ、一隻ちょっと船足の速い、駆逐艦が海風ですね、それが向かってるんで、それがいち早く発見したいみたいですね。でもちょっと、あれ一貫でちょっと多勢に無勢のような気がしますけど、助けに行くべきなのかな、一緒に行くべきなのかな。ちょっとこの辺は、迷いどころですね。正面の方は、A 幕を張ってますね。ちょっと見えにくいですけど、はい、この辺かな。この辺かなって感じで、まあちょっと、あ、当たりましたね。当たりました。はい、あ、出てきました出てきました。まあ、こういうのをね待ってたんですよね。はい、はい、ちょっと、あ、近すぎましたね。資金弾ですね。あれ、2隻同時に出てきましたね。どっち狙ったらいいんだかな。あ、こっちに気づいて攻撃してきましたね。はい、はい、はい、命中しました。はい、奥の方を通っている艦船は橋立てでしょうかね。はい、火災が発生して、あ、まあ、でもリペアですぐに、回復したみたいですね。はい、あ、島陰にかけてしまいますね。ちょっと大したダメージを与えられませんでしたね。はい、どうするべきかな。これ中央の方に、ちょっと艦船が固まってるんですけど、味方の方もちょっと損害が出てきてしまいますね。このなんか遠目からちょっと戦艦っぽく見えるエリー様に攻撃を集中しましょうね。はい、もうすぐこれ撃沈できますね。はい、あれ、こっちダメージ受けてますね。どっかが攻撃を受けてるみたいですけど、まあ、今、ああ、いやいや、誰だたちから攻撃仕掛けてきてるのは、これか、これは橋立てですかね。なんかさっきと同じようなペースで出てきます。あ、奥の方はしてるのが橋立てで、手前の方が、これ手前の方はこれ、あ、チェスターですね。実を言うとね、こうやってずっと双眼鏡モードにしてるのも危険なんですよね。まあ、まあ、あえて言いませんでしたけど、さっきから魚雷も接近してきましたし、まあ、どこから攻撃されてるかっていう、まあ、周りの絵の、注意が、そがれてしまうので、そこの辺は注意ですね。はい、止まってな。止まってた。これ沈没寸前ですね。はい、さっきからどこから攻撃が来てるんだな。まあ、こっち、ちょっと、座礁してる状態っていうか、まあ、ちょっとが岩にぶつかってる状態で止まってるんで、それ仕方ないですね。はい、あ、これはダメだね。はい、他の目標、もうあれしか残ってないですね。あのチェスターしか残ってないって、あ、終わりましたね。はい、まあ、今回はここまででしょうかね。はい、今回は一隻も、撃沈させることはできませんでしたけど、まあ、結構な戦績を上げることができました。はい、
はい、レベル3、まあロックが解除されて、ランダム戦への、参加が可能になりました。はい、そしてクレジットボーナス入りましたね。はい、なかなか、いい感じですね。まあ、この調子でどん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 その、賛成していって、また新たな、ロックを解除していくと、まあ、そんな流れで、このゲームは進めていくわけです。それでは、今回は、この辺で失礼いたします。では皆さんごきげんよう。さよなら。